今回はミニバラの解説です。とっても可愛くて人気のお花ですが、ミニバラは初心者でも簡単に育てることができます。ぜひこの動画を見てミニバラにチャレンジしてみてください。それではどうぞ。ミニバラの今日解説動画ですねをさせてもらいます。まあミニバラですけどすごい人気がありますよね。これからすごく売れてきます。お店にもいっぱい並びますけども、選ぶのには相当気をつけた方がいいです。まずミニバラ、こうやってね、これも咲いちゃってますけども、まあつぼみのものからね販売していくと思うんですけども、ミニバラっていうのはこうやって見るとねビニール袋入ってますけども、通常ねビニール袋に入っているのとそうでないものいろいろありますけど、このビニール袋に入っているっていうのは下の部分がね、これ開けるとこんな感じになってますけど、こんな感じになってます。ミニバラを見ていただくときね、この辺がねどうしても黄色くなっている場合が多いですね。特にビニール袋がこの OPP ですね、この OP がかぶせてあると黄色くなっているケースが多いんだけども、それはやっぱりあんまりよろしくないのは分かると思うんだけど、今これ出してみるとまああんまなってないですよね。でこれはちょっと古いやつです。古いやつもこうなってますけど、これもわりかし上から見ると全然こんな感じなんですけど、わりかしなってないんですよ。取りますとこんな感じです。普通は密閉されてると葉っぱが黄色くなってボロボロ落ちたりとか、黒く点々ができてね黒星病みたいになってボロボロ落ちたりするんだけど、これ落ちてない。でなんか妙に葉っぱが緑してて綺麗っていうのは品種なんですよね。ここに名前書いてますね。エコルダナローズですけど、これは強いです。これを選んだときは間違いないんですけど、一般的に売られているミニバラは、まあ、あんまり表示してない場合が多くて、これ見て初めて知るっていう感じなんですけど、自分で購入された場合とか、相当違うんです、種類によってね。なので、ミニバラ苦手って人もいるんですよ。そういう人は、買った品種がよろしくないとか、買ったもの自体がちょっとあんまりよろしくない。で、苦手になっちゃったみたいな人が多いんじゃないかと思います。大病性が相当違うので、必ず、大病性のあるものとか、強いものを買うのがいいんですけど、実際こう、見れば大体わかります。葉っぱがやけに細かいとか、やけにボロボロ落ちるとか、日陰に置いておくと、すぐにダメになっちゃうんで。で、このコルダナのバラの方は、かなり長持ちするし、もともとそのように開発されているので、花も散らないです。満開になっても散らないし、開花期間がめちゃめちゃ長いし、最長の場合3ヶ月とか、花がピンクのがグリーンになったりとかしちゃう、そのぐらいに、長く咲きます。温度が低いほど長く咲きますけどもね。で、この品種はもともと強いので、ちゃんとやってれば、毎年ずっと咲きます。で、大病性もすごく強いので、ね、葉っぱもむっちゃ綺麗ですね。まず品種からっていうところがありますね。で、お店屋さんも、どのバラが強いかっていうのは多分分かってると思います。強いものならロスが出ませんけど、弱いバラはロスが出るので、もう本当に早い場合は1週間で商品にならないです。これはだいたいまあ一月ぐらいね、キープするので商品のいい状態をね。で、一月以上経ってもまだそれ以降も、悪くはならないんですけども、花はだんだんね終了してきちゃうもんですから、ただこういうふうに花が咲いているんですけど、隣につぼみありますけどね。とにかく散らないんです。ということは、鉢花としてね、扱うだけじゃなくて、アレンジメントに使うにもいいんですよ。普通の、切って、お花屋さんに行ってバラを買ってね、ブチブチ刺しますけど、それよりも正直こっちのバラの方がよほどいいです。長持ちしますんでね。持ちで言うとですよ。綺麗とかそういう意味じゃなくて、持ち具合で言うと、これをちょん切って刺す方が、多分お値段も安いんじゃないかなと思います。しかもなおかつ長期間咲きます。まず品種からっていうのがありますのでね。お店屋さんで聞いていただくといいかもしれませんけど、当店ではもうゴルダナシリーズですよね。ゴルダナローズしか売らないです。まあ他にももっといいのはありますけど、いいのはあるのかもしれませんけど、まあうちは
これが好きなんでね。まあ、コルダナの、シリーズを好んで売っておりますけどね。ミニバラってどういうものって聞かれるんですけど、ミニバラっていうのは普通にね、大きいバラと比べてミニバラなんですけど、ミニっていうのは背が低いっていう、ミニチュアローズですよね。ミニチュアローズは背が低いっていう意味です。なので、背が低くて、でかくても、花がでかくてもね、それはミニバラです。けども、まあそこら辺がミニバラってどんなにっていうのがそういう感じなんです。農家さんがね、作ってるのも、普通のバラよりもミニバラの方が生産量がもちろん多いんですけども、一般のお宅でもね、ミニバラを趣味としてね、扱う人もいると思うんですけども、かなり違うので、これはちょっと古い、もうね、そろそろ終わりっていう感じのミニバラですけど、これも一緒使って説明しようと思います。こっちはオプティマね。オプティマですね。また、コルダナともと違うんですけども。で、これは、作ってるのが、挿し木で作るんですね。これ4本挿ししてあります。4本ですね。で、普通は大きいバラっていうのは、接ぎ木なんですよね。接ぎ木をしてるんですけど、ミニバラっていうのは全部挿し木をして作ってあるので、このポットに4本とか5本とか挿してあるんですね。お手頃なものは3本とかになっちゃうんですけど、やっぱり本数はたくさんある方がおすすめです。やっぱり良いものを作る農家さんは結構たくさん入れてあります。そうすると、やっぱ株が締まって充実するし、お互いに枝が増えるものですからね。締まった株になるからですね。本数が少ないとどうしても枝を何回も作り直さないといけないので、カットしてね。なので、たくさん本数を入れないで少ない本数だと、できるのに時間がかかっちゃうと思うんですね。そんな感じです。挿し木で作ってるよっていうことです。ということは自分でも挿し木作れでできますよっていうことなんですけどね。はい。チャレンジしてもいいかなと思いますけど。あと土がですね。この農家さんはわりかし重ための土で作ってます。見た感じこういう感じですね。ちょっと黒っぽいんですけど、持った感じ重いです。で、農家さんによっては軽い土使ってる人いるんですけど、そういう場合はピートモスが多いですね。でこちらどちらも同じこう、ポット入ってるんで、同じ農家さんが作ってるんですけども、わりかしお手頃なミニバラは、ピートモスっていう堆肥みたいなふわふわしたものが入ってるので、それで大量生産してるんでね、どうしてもクオリティが下がっていっちゃうと思うんですけど、ちょっと持った感じで土っぽい、重たい苗の方が僕はいいんじゃないかなと思います。そんな感じですね。まあ、選ぶときは品種を選ぶっていうことと、差し数ってどんな感じなのかな、土がどんな感じなのかな、ちょっと重たい感じでずっしりしてる感じで、がっちりしてる感じっていうのを見るといいかなと思います。そんな感じですね。じゃあちょっとね、手入れの方もねやっていきましょうかね。ミニバラのですね、いろいろ売ってるには売ってるんですけども、だいたい四季咲きです。それで四季咲きってどのぐらいのペースで咲いていくかっていうと、年に何回も咲くんですけども、ミニバラの場合は普通のバラと違って、葉数は関係なしで基本刈り込みです。よくね、質問されるんですけど、どこで切りますかとかって聞かれるんですけど、葉っぱ何枚、上からどう数えてどうこうとかって聞かれるんですけど、そういうのはないです。基本刈り込みです。草花と同じです。なので、かなりイージーですね。で、刈り込んで株を仕立て直すっていう感じなので、もともと植えてある本数が多い方が自分でも作りやすいってことですね。そうすれば早く茂ってきますので、で、ミニバラにも、四季咲き指定のものと、一季咲き指定のものがあります。四季咲き指定っていうのはかなり少なくなってますけど、ミニバラの中でもオールドロードと原種的なもの、まあ一部あるんですよね。少ないですけども。こういうのはもちろん四季咲き指定なんで、刈り込んでから、真夏でしたら3週間で咲きます。もう極めて早く咲くのでね。そういう意味でもとてもおすすめなんですけど、一季咲きしか咲かないものあります。春しか咲かないもの。そういうの、原種っぽい、つるバラっぽいものとかね、野バラに近いようなものなんかは、一季咲きのものもあるので、あんまり多くはないですが、たまにあります。でもまあ、大概売ってるものは四季咲きと思ってもいいんじゃないかなと思います。これからだと、つるバラ系の安曇野とか、まあちょっと大きいですけどね、ミニバラとは言えないですけども、ああいうものは、まあ花は小ぶりですけども、一季咲きと、思っていただいた方がいいと思います。まあ、原種に近いような感じのミニバラになってくるんですけどね。はい。で、あと病気とかも出るんですけども、この大菌の種類だと、大病性が強くなってて、特にこう葉っぱが緑のね、綺麗なやつっていうのは、やっぱり
妙に綺麗だなっていうのは、やっぱ病気にも強くて、うどんこ病は出ます。でも黒星病が出ないんで、葉っぱがなくならないですね。うどんこ病もわりかし出にくくて、屋外で自分で作ってる分には多分出ないんじゃないかなと思いますけども、黒星病の場合はもう葉っぱがバラバラ落ちていっちゃうんでね。この種類はもうそういうのほぼ出ないです。ここを見てもらうとわかりますけど、一番下まで真っ青です。っていうのは、そういう種類なので、適当にやっても黒星病に関しては出ない。ってことですね。で、普通のミニバラは、普通とかね、まあ昔のタイプのミニバラがあるとするなら、こういう袋に入ってたら、もう一週間でもうボロボロです。なので、特に品種はね、よく見て、選んでいただくといいと思います。相当の差がありますよね。あと病気はまあそういう感じで、わりかし最近はいい場合が多いんですけども、あと虫ですね。虫はまあアブラムシがつきますとか、あとルーリチューレンジバチっていう芋虫系みたいなのもつきますけども、あとシャクトリムシとかね、もつきますけども、まあわりかし少ないような気がします。アブラムシぐらいじゃないかなと思うんですけど、アブラムシはまあいれば注意かけてもいいし、最悪切っちゃえばいいとか、切ってもまたすぐ咲きますからね。あとはまあオルトラの下に巻いておくとか、そういういろいろな方法はありますけども、もう本当最悪の場合は切っちゃえばいいです。切ってもすぐ咲きますから。僕も切るの大好きなんで、すぐ切っちゃいますけど、すぐ回復します。ということですね。で、特にシャクトリムシとか、ルリチューレンジバチっていういっぱい群生する場合、群れになる蜂もいるんですけども、そういうのはもう釣り一発で死にますけど、シャクトリは、強いんで、捕殺しないと死なないですね。まあ、こんな感じの虫がつきますけども、とりあえず切っちゃえばリセットできるので、また次の部で楽しみましょうっていう感じ。一月後に咲きますからっていう感じです。あとは冬もね、別にほったらかしで水さえやってればいいので、来年も楽しめるんですが、一つ言えるのは、1月とか2月ぐらいにね、普通のミニバラだと棒っぽくなっちゃうんですけど、この場合はね、棒になってないんですよ。葉っぱが結構あります。なので、棒だけのになった場合でも、丸く切っちゃえばいいです。で、仮にも本当に棒だけだと枯れ木のようになりますけどね。それでも出てくるのがミニバラとかバラの類なんでね。相当刈り込んでいいです。で、葉っぱは気にせずにもうバリバリ切ってください。それでだいたい春でしたら一月半ぐらいで咲きますし、夏だったら3週間で咲きますのでね。そういう感じです。はい。じゃあ切り方とかね、植え替えとかやってみましょうかね。実際どうかっていうことを説明しながらやりたいと思います。そうしましたらね、カットして植え替えするんですけど、これはね、先ほど言いました4本植えです。4本植えね。4本植えなんですけども、一個一個の枝もね、結構、ここで、農家さんは、ここで刈り込んでるんですよね。ここで切って作ってるんです。4本刺して、多分は1回切って作ってると思うんですけども、それに順次で作っていくんですけど、例えば切ってから、伸びたらすぐ咲いてくるんで、大きさも考えて切った方がいいわけです。どのぐらいで仕立てようかなってなったら、だいたいこのぐらい伸びて咲くかなと思うんです。今の時期だとね。なので、ここから逆算してこの辺で切っとけばこのぐらいで咲くんじゃないかなと思うんですけども、ここから切ってこのぐらいで咲くっていう予定。あんまりちっちゃく切ってもいいんですよ。この辺で切っても別に大丈夫なんです。だけど、ちっちゃくて咲いちゃうので、ちょっと、このぐらいで咲くって言うと、なんか今よりちっちゃいですよね。なんでもうちょい上で切ろうかなと思うんですけど、このぐらいで切っとくかなと思ってます。このぐらいで切ると大体このぐらい、こう伸びて咲くっていう感じですよね。そういう予定で切ってます。これより下で切ってもいいんですけど、あまり下で切っちゃうと枝が減っちゃうんでね。このぐらいで切るっていうのは刈り込むんです。こうやって全体的に切ってきます。いいですかね。全体的に切ってきますけども、で、切り残しのないように切った方がいいです。ここの間だけ残ってる、ここでやめるってわけにいかないです。これだけ残すってことだけなくて、必ず全部切った方がいいです。平らに切るなり、丸く切るなりしてもらって、すべての芽が、枝からすべての芽が勢揃いで伸びてくるっていうのが大事なんです。だからカットするといいこと、何がいいかっていうと、揃って咲くんです。この4本が勢揃いで咲くので、だから綺麗なんですね。このようにね。これ今、こう、5個ね、並んでますけど、5個同時に咲くっていうのは、同時に切ってるから咲くんですね。だからここだけちょびっと切りました。後でここ切りましたってなると、バラバラになるんです。そうすると花がこのように揃わないんですね。なので、必ず切り揃えるっていうのは大事です。だと、綺麗に咲いてますねって言われますけど、
ちょみちょみ切ってるといつでも咲いてますけど、いつもちょびっとしか咲いてませんねっていうふうになりますので、上手に育てるコツとしては、すべてを切り揃える。で、切り残しがないようにするっていうのは非常に大切なことですね。それは、他のマーガレットとか、他の植物も同じです。切って初めて成長が揃うので、全部切らないとダメです。半端に切っちゃダメなんですね。まず切りました。で、切った場所は、葉っぱのね、どの辺、ここで切った方がいいとか、この辺切った方がいいとか、葉っぱの数とか関係ないですから、ただこう切るだけです。で、なおかつ、この棒だけになってもいいです。棒だけ大歓迎です。はい。そんな感じなので、何をどうしても、バラの場合は出てきます。古い品種でも、棒しかなくなっちゃったとか、何年も植え替えなくて、棒しかありません。でも OK です。切れば良くなりますから、とりあえず切ってください。まず切ることから始まるんでね。植え替えはその次です。ということですね。そしたらね、続けて植え替えもやります。植え替えの方は、これですね、ポットから抜きまして、こんな感じですよね。まあ、一応根っこ回ってます。根っこ回ってるんですけど、まあ、ちょっと切っちゃえばいいです。こんな感じで、ね、ほぐすというよりも、もう切っちゃえばいいです。そしたらこれ土ですね。これは、今、10.5 センチですね。3.5 寸の入れ物なんだけど、これ 4.5 にします。5寸でもいいんだけど、とりあえず今なかったんで 4.5 にしたいと思います。土入れますね。土は普通にこう培養土でいいんですけど、当店の培養土はこういう赤玉主体のね、土。もう寄せ植えでも植え替えでも大概これでいけます。で、何かっていう時は鹿沼土を混ぜたりとかね、ピートモス混ぜたりとかしますけども、まあ大概これでいけるので、で、これの場合だと、鉢底石はいりません。水はけいいですからね。水はけが良すぎてみんな困るぐらい水はけがいいです。まずちょっと入れて、下切ったのにポンと乗せます。そしたらこう入れると。土を入れて、もうかなりイージーなんで。で、こういう土は、堆肥が少ないですからね。さらさら入ってきます。ということは、棒なんかで突っ込むってこともないし、棒でガンガンやると根詰まりしちゃうんですね。なんで、これで、こうやって置いたら、フルフルフルってやって、フルフルってやるだけで土がザラザラって入ってきますから、これでいいんです。こういうのがいい土ですからね。これザラザラってやって、もう入って、これで OK。肥料をバラッと流して、終わりです。ほんで、普通に、日向に置いてお水をじゃんじゃんやると。で、防除をした方がいいですかって聞かれるかもしれないですけど、防除は多分しなくていいです。何かついたら、ついてからでいいです。ついてかったら虫とかね、病気とか、そんなに発生しませんので、それは品種だからだと思いますけども、多分そんな出てこないと思います。まず品種を選ぶところが大事なんじゃないかなと思いますけどね。はい、そんな感じです。今回の動画で説明している点について簡単にまとめました。気になる方はスクリーンショットなどで記録しておいてください。また概要欄にもこの内容は記載しておきます。ミニバラについて他に気になること、他の花の質問等ありましたらぜひぜひコメントください。またミニバラは花の必勝剤として大人気なので農家さんもゴールデンウィーク頃に合わせて生産を調整しています。なので4月の間はあまり出荷がない可能性があります。ミニバラが欲しい方はゴールデンウィーク頃にお探しに来てください。お店ではたくさんのペチュニアが入荷してペチュニア祭りになってます。八重咲きタイプやアンティークなものなど厳選して入荷した苗が揃ってますので、ぜひお好きなペチュニアを探しにお越しください。もし動画が参考になった、面白かったと思いましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。